浪江町立浪江小学校は福島県双葉郡浪江町にあった公立小学校。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震では福島第一原子力発電所事故の影響により全庁避難となり約5ヶ月間休校する必要性に迫られた。2013年3月時点では日本松市の仮校舎で 学校活動が行われていた。震災前は児童が500人以上在籍していたが、県外避難の影響などにより2012年度の児童数は30人に激減、2020年度にはついに在籍児童数がゼロになり、2021年3月末をもって廃校となった。福島、浪江省、避難校舎で卒業式、友達の大切さ気づいた。 京都新聞、2013年3月22日閲覧。友達の大切さ気づいた、浪江賞、避難先で、卒業式。日本経済新聞、2013年3月23日閲覧。避難先で、卒業式浪江賞、入学予定はゼロ。産経新聞、2013年3月23日閲覧。卒業式、浪江賞では12人が巣立ち。 毎日新聞、2013年3月22日閲覧。AB、福島原発事故、波江町唯一の町立症、今春新入生ゼロに。毎日新聞、2013年3月22日閲覧。ABC 波江の小中7校、来春廃校全町避難後9校、児童生徒が減少過北新報オンラインニュース2020年2月11日。 配信、ありがとうございます。